ミューサタへようこそ。今週からは今一番コピーしたいバンドスキャンダルを迎えて賑やかな女子会トークをお届けします。スキャンダルの皆さん、1年ぶりに遊びに来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず一人ずつ自己紹介からお願いします。ボーカルの春菜です。お願いします。はい、ベースのともみです。お願いします。ギターのまみです。よろしくお願いします。ドラムのりなです。お願いします。お願いします。はい、お願いします。なんかこう1年前に会った時とちょっとイメージがみんな変わった気がします。ヘアスタイルですかね。髪型も違うし、ね、1年通していろいろ変化した結果、うん、今これに落ち着きました。だってみんな今20になって1から4です。1から4でしょ。それぐらいの年ってすごく変化するじゃないですか。はい、意識的に、うんうん、ちょっと変えようというか、うん、大人にならなあかんなっていうのはありましたけど、うん、へー、なんかこれぐらいの女の子のそういう変化ってすごい気になるし、多分見てる皆さんもそういうところを聞きたいと思うので、これから4回にわたってお話を聞かせてください。はい、よろしくお願いします。今回はですね、はるなさんとりなさんに質問をしていきます。はい、インスピレーションで思い浮かんだことをお答えください。はい、では参りましょう。一問一答。今年一番嬉しかったことは？ガールズロックの先輩たちにたくさん会えたこと。武道館。ニューアルバムのタイトルはクイーンズ・アートランプス、切り札はクイーンですが、はい、今までに何か切り札を使った経験はありますか？あります。ありますね。はい。お、最近新しく出会ったもの、何か一つ教えてください。パワーストーン、うん、アーモンドクラッシュにしときます。今年の秋冬のファッションで気になっているアイテムなんですか？なんだろう。あ、でも帽子いっぱい欲しいです。パンツスタイル。では最後に、あなたの秘密を一つ明かしてください。意外とド M です。お家で服着ません。ありがとうございました。はい、最後ちょっと衝撃。はい、S っぽく見えますよね。だからもうそういうキャラになってるんですよ、うん、もうなんかだからもうファンの人とかからもファンの人とかももう完全に私のこと S だと思ってるんで、うん、もうだから意外とそう、ド M ですよ。スキャンダル春菜としては結構さ、あ、まあまあそうかも、ね、まあ、煽ったりするシーンが多いから、うん、どうしてもその攻めのセリフが、うん、まあ、みんなには印象に残ってるんやと思 う、ね、そう、だからそこの切り替えが難しいんですよ。え、あ、それはスキャンダル春菜からプライベート春菜へのこと？ステージ上の自分とまたちょっとこういうところで喋ってる自分っていうのが全く別物だったりするんで、こういう時は意外と M ですよっていう。いろいろじゃ突っ込んだらなんか答えてくれたりとか、こう出してくれたりとか。あ、そういうこと？そういうことではない。そうなんだ。はい、意外と M なんですね。はい、で服を着ないんだ。着ないですね。結構前から着てないですね。前から着てない。全部着ないの？下着だけ着るとかじゃなくて、パンツだけ着てます。マジすごいなそれ。はい、デビュー前に上京してきて一人暮らしやから、そっからですね、一人暮らししてから開放感、開放感っていうか、なんか脱いどった方がいいって言うとったんですよ、体に。そう、なんか締め付けられてるんですって。めっちゃ柔らかい。それは言うね。ほんで一回やってみようと思ってやったら結構いいやんみたいな。気持ちいいじゃん。なんかね、良かったんです。じゃあ例えばツアーに出た先のホテルとかでは着ない。着ない、うん、じゃあいきなり人が訪ねてきたら大変。やばいですね。出られない。出られないですね。ちょっと待ってくださいみたいな。でもまだ最後の1枚は脱げない、うん、なんかちょっと気使えない。ド M の春菜と服を着ないリナ、スキャンダルらしいスキャンダラスなネタありがとうございました。グッジョー。私たちのニューアルバムクイーンズ・ア・トランプス、切り札はクイーンが絶賛発売中です。はい、自分たちでもめちゃめちゃかっこいいなと思える一枚ができたので、ぜひ聴いてほしいんですが、このアルバムを引っ提げて、今月からは秋のホールツアーが始まります。イエイ。全国各地いろんなところに行くので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。